はい、パンクラスイズム予定地の現場に来ております。もう解体が、撤去も解体もしっかり目に行われ、リングもこんな感じで分解されました。あのマットは、ピーズラブ横浜で使ってたマット、緑のマットの中身とかですよねを、使い回しますので、大量に使い回しますので、ああいう感じで保存してあります。まあ、あの前回の私の YouTube で流したような感じで予定しております。協力してくれてる安見浩平さんです。それ鍛えながら大丈夫です、キッチンも改造します。ただ三角にした方がいいです。更衣室もご覧の通り、まあ16年間使ってきたものなので、もう型もシャワーの型なども古いので変えてもらいます。流しも変わります。ちょっとこちら側もちろん手は洗えるようにするんですけど、掃除用具など掃除もしやすいような洗面台に変えたいと思っております。機能性も考えております。なぜかこのピーズラブ横浜に在籍されたり、パンパンクラス関係者はここに倉庫があったのはご存知かと思いますが、倉庫はなくして、こう、まあ、見本というかこう目印が書いてあると思うんですけど、ここに鉄柱が置かれて、サンドバッグが吊るされます。1、2、3、あっちのここに4つ目が、これちょっと消えてますけど、4つ目が置かれる予定です。鏡はそのままですね。はい、まあ、空間はありますので、皆さんとても練習しやすいと思います。まあ、リンがあった場所にケージが入ります。ケージもどういったものを入れるかは決まりました。お楽しみください。まあ、こんなところでしょうか。協力してくれてる安見さんから一言もらいたいと思います。忙しいです。すいません、ありがとうございます。そんなところでしょうか。はい、まあちょっと廃墟という雰囲気ではなくなりましたけど、こうちょっとここからどうなっていくんだろうという感じです。私の顔がちょっとこう切り替えれないので、ちょっと出せないままですが、ご勘弁ください。ではまたお会いしましょう。失礼します。